今後ライブのこととか、いろいろあの、今後のライブ、遠征とかまだあるので、1日とか、今後のライブのこととか、いろいろね、やってもうね、盛りだくさんでした。<laughs> 今日、めちゃめちゃ疲れた。ピーちゃん、こんばんは。マイカさん、ピーちゃん、こんばんは。ヤッホー。YouTube。あハイビスカさん、ありがとう、こんばんは。YouTube。おかえりなさい、どっちかのありがとう、はるくまちゃん。 今日ははね <laughs> JP さんこんばんこばもちもちがイベ中だからあそうだそうだもうなんか誰がイベントか分かんなくなっちゃうんか明日からアイリーさんだっけありがとうゆうき聞いてはいたよえ聞いててんしたんだ水パパ嬉しい <laughs> またカモメの歌歌おう水パパに会ったら 今日朝からぶっちぎれ案件だったけどマイカちゃん見てニヤニヤになったあ本ほんとなんかツイートで見た見た <laughs> 大丈夫イライラした <laughs> そんな今あるよねなしゅんこんばんざいなしゅんカルさん遊びに来てありがとうタカさんこんばんざいうん投票,、うん、投票モードにしましたいずも今度会う時は楽しみや 楽しみねは。あは、<laughs> ごじてる。ね、楽しみ、うちも。早くお話ししたいな。なんか、遠征が続いてた分、なんか、会えない、会えてない人も、会えてない期間が、えっと、長かった人も、結構いるのですごい、あの、次のライブ、30日か、次対、対盤すごい楽しみ。みんな会いに来てね、の気持ちです。ちょっと待って、コンタクトがね。 カポ,カポしてる、よしごめんなさいレアキャラですかたかちゃんレアキャラあそうだライブ行ってくれたんだよねありがとう行ってくれてたかちゃん楽しかった レッスン後のマイカの写真可愛くて即保存えー、うれしい、ありがとう。あ、この写真えー、ありがとう。そう、なんか今日すごい顔疲れ果ててて、なんかむくんでた気がする。<laughs> えー、ありがとう。保存してくれたのそれはそれは。いずパパ、また写真撮りながらいろいろ話したい。お話したいね。早く会いたいよ。 え水場は次いつ会えるの ?30 はいるみおちゃん朝からヘルプの電話は迷惑です。店長にいたらもうしないよケーキ買うか許せって言ったええー、あそっかヘルプの電話が来たって言ったもんねじゃあ今日バイトあったってことみおちゃんえケーキ買うか許せって,てめちゃめちゃ平和な世界すぎて <laughs> えなんか いい感じの雰囲気だねバイトなんかさよくツイートで見るけどみ桜ちゃんあなんかその先輩たちとかもういい人なんだなと思ってよかったって思って勝手にあの安心している <laughs> もんちゃんこんばんはもんちゃんバンジのメンバーに会えてないけどそうだよねバンジェジャパンの時間には間に合わなかったって言ってたもんねそっかそっかライブ楽しかったラプターさんこんばんこばは 次はワンあワンマンなのか水豆ババじゃあ31だねそっかそっかワンマンえー、楽しみだな水豆ババいつも目の前にいること多めだからライブ中目が合うかなて <laughs> かおそらく合う桃の切り方マスターしましたうそ桃いっぱい食べてるんでしょうしばらく桃で生活しますってツイートしてた見たよ <laughs> え、どうやって切ってるのもう、うまく切れるようになった私、めちゃめちゃ感覚的に切っちゃったんだけど、あれ合ってたのかな桃の切り方。なんか、4等分しただけ。<laughs> 若干日焼けしててに、にやけてた。若干日焼けしてて、にやけてた。え、私そうなんだよね。ちょっと日焼けしちゃったかもしれない。なんか、あのー、なんだろう、山梨とかでさ、 外だったりとか結構なんか外がね多めだから最近外に行くことが移動とかで日焼けちゃう <laughs> ラプターさんマイカ様7月か8月に決定めっちゃ来てねえありがとう待ってるやっと始めましてできるねそうなの先輩たち自由優しくしてくださるだから甘えてるえみおちゃんがいい子だからだな絶対 かったでもいい人でなんかさ職場っていうかバイトとかってさ周りの人のねあの環境にもよるよね続けられるそうとかさステーキをナイフで切るおクなんでステーキをナイフで切ったのでも私もパターンナイフで切ったよリハハ2枚裏写真えリ、ー、マ枚ラ写真嬉しい気に入ってくれたちょっとアップ目のやつかあ 水場はまたガンミス <laughs> ガンミそ水場がガンミするから笑っちゃうニヤニヤしちゃうトイロとかの時に目の前だと笑ってしまう <laughs> テリンちゃんテリンちゃんのこんばんじゃやっほーてりんちゃん元気最近なんか長らく会えてない気持ち寂しい山梨のゆうにすごいももむくのをかせてゆうちももも,せたもも生活してるねえ山梨のゆうにすごいね楽しかった むくんじゃったな。うん、今日はなんか移動が多かったから結構むくんでた。こうたくんやっほー。本気で楽しかった。楽しかったね。ありがとう。今日めちゃめちゃお話できた。いっぱいチェキも2回来てくれ嬉しかった。楽しみにしております。こちらこそ。バルカンスキルで顔なら大歓迎だけど、<laughs> そういうことか。いや。でももう多分むくみ取れてきた。かもしれない マスカッからなんか動いてなかったし循環が悪かったかも <laughs> サマスコン万歳コウタ君マイカにお前って言って草 <laughs> お前って真似してみたコウタ君シャインマスカットとかも特典特典シャインマスカットね食べたんだけどめちゃめちゃ美味しかったなんかジュリアさんに一個もらったシャインマスカットん実家に送ったから俺に一個だけ持ってくるあそうなんだえいいね実家にもを送るの素敵 私も実家に送った。自分の家だけど。<laughs> え、食べたもも。かんばるさん、こんばんさい。ゆうき、カレー、これ。マイカと5年ぐらい会ってないから。いや、ほんと5年以上会ってない気がする。7年ぐらい。<laughs> 感覚的にはね、私的感覚的には、ゆうきと7年ぐらい会ってない気持ち。<laughs> <laughs> 光太くんコウクシュクバカカありがとう今日ね、あの、T シャツ、ブカブカ着てました。 え、いや恥ずかしい T シャツ。でもあの G との紙パック飲むの持ったりとかもないし、見て、僕、あ、もっと私、いつもあれ持って歩いてて、なんか、出たよ、マイカの紙パックっていつも言われてる。あの、紙パックにストローさせて飲むんですよ、私。あはは。ルイボスティーだった、今日は。てりんちゃん、え、あえて何言ってもらえるの美味しげ、つろい。あ、31楽しみ、てりんちゃん。やったやった。ワンマンでお話できるから。 高校生以来見てない。嘘本当に私いつもあれでメイさんに出たよって言われる。和平たんこん漫いレボスティだけ抱えてて笑った。<laughs> 恥ずかしい。いつもあれなんだよね。食べておきの最初硬そうだとか少し置いといたら甘くなる。確かに。あれ硬かったよね。でもなんか硬い桃って素敵だよね。なんか結構桃ってさ、何完熟してたりとかするとさ、なんか、みずみずしい感じがするけど、 硬くてカリってしてるのもすごい美味しいなって思った。あうこにはぼやぼやになってるごめんな。介護さんよぼよぼ。なんで勇気疲れはってて元気出して。介とこんまんざい介とだ。次はまんまで会うのまんま楽しみ光太くんまんま頑張るね。シン心配アルよ。サーフィンで日焼けして赤くなっちゃった。嘘赤くなったの？わあユーチューブの日焼け 本日は正直ないよね8月は3日もライブ行くあほんと楽しみ3日いや正直かまだわかんないんだけどたぶん正直かもしれないアイドルと思えてないのですってメイさんに聞くのやめてください <laughs> メイさんに怒られたでしょ遠征もお疲れ様ありがとうカイトまた遠征行くけどね1日 <laughs> メイさんの前のャは違うのやめてください<笑><笑> そう思った私にはなんかすごいさ、ねアイドルらしからぬ、あのー、対応 <laughs> え、カイと30日会えないのワンマン楽しみすぎて夜も眠れないねえ、私もでもまず30日が最後の台盤ライブだからみんな絶対来てください。色白だから黒くなるやに赤くなるの。あーなるほどね。YouTube も赤くなる人なんだ、一緒だ。年を取ってねおぼよぼだが。 あ年をっってってことねえー、私もなんかちょっとあれ年取ったかもしれないやばいおそろいあ理ちゃんのおすすめかたくて甘いもんもねいいよねさあましワンマン終わったら速攻名古屋行きますね楽しみ名古屋もでもなんかみんなも疲れちゃうよね無理しないように一緒に遠征楽しもうね 30日は夕方から仕事なのよね。そっかー、残念。ああ。結構私ギリギリなので30日絶対みんな来てほしいな気持ちです。やっぱ遠征入れないの嫌だからさ。結構ギリギリなんだよね、今月。遠征したいわね。遠征したいね。たかちゃん30日会えないかな。 トークポートもありがとうね。来月の名古屋一緒に行こうね。名古屋楽しみだよ。コウタ君がいる名古屋。ほんとごめんなさいの気持ち全然。全然いいよ。30日会おうね。早く会いたいな会いたいな。会いたいよ、もんちゃん。30日前乗りして。年を取るにお揃いとかないん、とかなんなん。そんな私変わらんやろ。お揃い勇気。<laughs> 年を取ってお揃いになる「井手丸三行漫才」衛星しか勝たんない衛星いいよねなんかさなんかなんだろうね私も毎回お仕事で行ってるのになんかねすごくうーん何て言うんだろう普段と全然違うから気分転換というか何て言うんだろういつも同じ景色を見てるけどなんかやっぱ違う土地に行くってすごいそれだけで気分がなんか。 ワクワクする感じがして。なんかアドレナリンがすごい発生してる。3日は、と、9日に会ある形。おー,しー、楽しみ楽しみ、楽しみ。まず仕事です。わー、仕事かー。2019年国内遠征全部行ったけど、司に、こうだっていつも遠征ついてくるよねって言われてない。あはは遠征ついてくるよねってめっちゃ面白い。あ <laughs> は 確かに <laughs> 司さんらしいあっ野地さんこんばんさい一応ヤッホー野じかさんこんばんさいそれめっちゃ面白い浩太くんついてくるって言われてるの <laughs> いやーなんかすごい嬉しいことに遠征にたくさん行かせていただく機会が今月は特に多くてなんかやっぱりね 大変なこともあるけど、でもその分、やっぱり新しい出会いだったりとか、なんか普段応援してくれてる人がいる、いての自分っていうのを、なんか本当に改めて、いつも常に思ってるけど、改めて、あの、身をもって実感する機会なので、いう感謝の気持ちとか、なんか本当にみんながいてくれてるの今自分がここにいて、 なんか遠征に来られていてっていうことがなんかすごくなんかなんだろう本当にすごい支えられてるんだなっていう気持ちがねすごいあの今月は溢れてましたよっちさんこんばんは金魚の糞みたいって言われたあなんかそれ聞いたことあるコうタくんが言ってたよねそれ <laughs> めっちゃ面白い金魚の糞みたいって言われたの そのうち遠征もおってりんちゃん遠征でもね遠征楽しめたらいいねなんかその平日とかに遠征がある時もねあるからなんかどうだろうお,お休みとかあったらぜひぜひ一緒に行こうね準備こんばんざい次はマイカさんが遠征期限に東京圏からありがとう山井さんそうなんよそのためにねたくさん会いに来てください山井さん30日は クロモンさん、こんばんはい。前世どこ行こうかなあ、ワクワク。迷ってる。前世もマイク行動できたのな。そうだよー寂しかったよ。そしたら、そろそろ終わりますちょっとごめんね。やることがたくさんあるので、ありがとうございました。ルニーテテー、こんばんはい。安藤マイカハん。なに安藤マイカハんって何 <laughs> なにハンってなに <laughs> コータハン 常に一言って前てからそういうういととこ好きえー、ありがとうでもほんとになんかほんとにこれはやっぱりアイドルとしたらセリフのように聞こえてしまうかもしれないけど私ほんとに思っててなんかすごいなって思うなんかライブその地方でライブをやらせていただく機会がやっぱ多くてやればやるほどなんか私を好きって言ってくれるってすごいことなんだなって すすごく実感するこんなにアイドルさんがいてやっぱ人もこんなにいる中で私をいいって言って私に会いに来てくれてるってなんかすごいなって思うしオンラインでもその私推しじゃなくても私も好きって言ってくれる人とかなんかす,すごいことなんだなって思う,思うんだよね。テてりんちゃんカイトありがとうタカさん。 私もそのうち旅行行こう。え、一緒にタカさん行こうね、先生。みゆちゃん、ありがとう。お疲れ様でした。はるくまちゃん。はるくまちゃん、休み今日もお疲れ様。ありがとう。今日も。可愛い,い定期見たよ。さっき声聞けてやつれました。ありがとう。やまいさん、ありがとう。こうたくお疲れ様。たに今日ありがとう。こちらこそ。ゆきお疲れ様。配信ありがとうね。こちらこそだよ。見てくれてありがとう。可愛い,いありがとうございました。けんさん。みつさん、こんばん、ぜん。みつさんだ。 それだ俺はあなた様が好きだよ <laughs> いやなんだそれありがとう好きですありがとうもんちゃんそしたら終わりますまあまあ楽しみにしてるよこちらこそサワスありがとうしたらまた明日ねみんなおやすみなさい